はい。皆さん、こんばんは。本日はですね、技術、テクニックについてどういうものかということを語ってみたいと思います。私が思うことですけども、まあ、よく言われることですけどもね、技術に溺れてはいけないよというふうによく言われます。まあ、その、いたずらにね、そういった技巧とかに懲りすぎてしまって、で、結果、自分自身がその技術の数々に埋もれてしまって、 自分を引き出せない、みたいなね、えー、ところがあります、えー。ということをよく言われてますけど、そこで私が考えるのはですね、<laughs> 技,術技術というのはですね、えー、自然に溢れ出すもの、滲、えー、み出るとか湧き出すとか湧き出るとか、えー、そういったものじゃないかなっていうふうに、えー、日頃思ってます、はいえー。技術っていうのは日頃からね、それを使う人が、えー、やっぱりこう鍛錬するというか、磨き上げなくちゃ、えー、いけないんですよね。 はい。何度も何度も反復練習することによって、初めて技術というのは培われるということですね。はい。まあ、なんでね、繰り返しその練習しなくちゃいけないのか、えー、ということなんですけども、えー、技術というのはですね、それを、えー、なんていうかな、投じるその意識というのがね、極力その、まあ自分の中に介在しない方がいいわけですよ。つまりその無意識に出てくるというのがベストなんですね。 あの、お笑い芸人のギャグとかと一緒ですよ。そのネタをね、えー、まあ、新しいネタを、えー、人との会話の中でこう返したいと。で、そのタイミングを見計らってるんですけども、なかなかそういうタイミングに出くわさない。うん。で、えー、どうしてもね、そのタイミングが来たんだけども、意識が介在して、その返しにタイムラグが生じてしまって、で、結果として、なんか変なこう思惑みたいなものが見え隠れして、え、監修、その聞き手側に、 それを見透かされてしまって、結果、受けないとかね、面白くない。うん。ということですね。逆に、無意識にさっとそれを返せるようになって、初めてものになるし、生きてくる。で、多くの人の慣習の笑いを誘うことができるということですね。ということなんで、無意識というのはすごく大事なんですよ。で、無意識になるには、二つあって、一つは、まあ、その人がすごく才能もまあ、天才みたいな人がいてね、で勝手に出てくるよと。 言う人、えー。だけど、そうじゃない人が大半なんで、僕も含めてね。それは、えー、反復練習するしかないんだな、ということですね。完全に、物、えー、にするまで何度も何度も練習するということが、えー、必要になってくるわけですね。はい。で、画像処理とか、えー、撮影も、えー、同じで、やっぱり、えー、手癖になるまで何度も何度も練習して、で、それが、えー、いつの日か、無意識に出てきて初めてそれが有効だ。 え、になってくると、え、いうことなんですね。なんで、えー、新しい技術を体得した、覚えたっていう気になってても、それを、え、意識して使おうっていうふうに思ってるうちは、ただの嬉しがりなんですよね。あの、僕昔ビリヤードやってましたけども、えー、ビリヤードの技でもそうでした。えー、誰かが、急切れのコツを誰かから教わったと。うん。あ、そうか、わかったって言ってね。あ、これでもう明日から大丈夫だと。言って、 じゃあね、翌日から突然ね、その急切れが上がるわけがないんですよね。うん。ただね、その人は流行語のように新しいその技術を体験して嬉しがってるだけなんですよ。うん。本質からそれをものにしてないんで、決して、えー、その、何急切れが上がったわけではないと。いうことと同じで、単なる嬉しがりなんですよね。はい。なんで結論としては、自然とそれが出てくるまで待つしかないんですよ。 ただ、待つばかりじゃ脳がないんで、えー、やっぱり練習しかないということですね。で、同時に、そういう場面に出くわすってことは、まれなかなかない。レアケースであるということも念頭に置くということが大事だと思います。うん。大事というか、まあ、あの、そういう認識が必要だと思います。はい。あの、格闘技とかでもそうですね。こういう技を覚えたと。うん、で、その技をね、 えまあ、こういった場面で何かに襲われた時に使ってやりたいなと思ってもなかなかそういう場面って出てこないですよね。稀なんですよ、うん。そういう認識も置いておくということですね。はい。で、これもまた逆にですけども、技術がその必要とされる場面っていうのは画像処理でも撮影技術でもそうですけども、無数にそういうシチュエーションってあるんですよ。いろんな場面で迷いってありますよね。分岐点ってある。 だけど、えー、無数にあるんですけども、そのパターン自体も無数にあるんですよ。自分が A というパターンを覚えたからって、その A というパターンがたまたま、えー、都合よく出てくるってことはまずないんですよね。B とか A' とかそういったものばっかりが出てくる。常にこう未知のね、えー、分岐点が出てくるんですよ。うん。それもやっぱり認識、えー、しておかなくちゃいけない。 だから、表現者っていうのは、そのパターンの技術を、いろんなパターンを反復練習して、結果として、それらが自然に出てくるのを待つしかないんだよね。うん、自然に、えー、まあ、滲み出る、湧き出すというのを待つしかないということです。うん、だから、まあ、えー、そういうことをね、克服して、まあ、体得して、自然に出てきたと。 それぞれに適した技術が自然に繰り出されるようになれば、その人っていうのは本当のその表現者。まあ、天体写真の場合、メッセンジャーっていうふうに呼んでますけども、と言えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、とかくね、えー、下手にその、え、コンテスト、フォトコンテストであれこれその戦略を練るよりですね、 大切なその技術の、えー、いくつかの呼吸法っていうのをね、えー、体得した方が、よほど僕は近道じゃないかなっていうふうに思います。はい。結果なんてね、その呼吸法を覚えてしまえば、後からいくらでもついてくるんですよ。はい。機材の値段とかね、高い安いとか。 あと、対象、自分が選ぶ対象がメジャー対象だからみんな取ってるとか逆にね、ええー、まあ、競争力が、まあ競争が激しいんで難しいとか、マイナー対象がどうだとか、そういう選定っていうのはあまり関係ないんですよ。上手い人っていうのは呼吸法をそもそも体得してるんで、どんな機材で何をどう取っても他人から見ても傑作にしかなり得ないんですよね。目指すんだったら、皆さんがもし目指すんだったらそういった呼吸法を体得するのが一番だ。 えというふうに僕は思ってます。その古速な小細工とか戦略とか、うん、お金で言うとね、消費税にも満たないんですよ。そういうのって。はい。で、その呼吸法を体得することこそが楽しいし、この写真を、写真という趣味を、まあ、根元、根っこから深める一番のその近道じゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、そうでもないのにね、とにかくこの新しいテクニックを物色してはそこに溺れてしまってると。 言う人が大半じゃないかなっていうふうに、特に天体写真の場合はね、暗中こう模索してる状態で、そういうふうに思います。はい。なんで、えー、まあ、天体写真のみならずですね、まあ、普段から一般写真含めて、まあ、いい写真とか、そういったイン,インスピレーションをたくさんこう受けてですね、いろんなものをこう鑑賞すべきだとも思いますし、 そういったところで、反復練習によって技術、技術力を身につけ、本当の技術というのを体得すると。呼吸法を身につけるですかね。というふうに思っています。はい。ということで、技術について語ってみました。本日は以上です。ありがとうございました。